今日の夕飯は前に実家からもらってきてた五目釜飯の素とお家にあったカニ玉の素を使ってご飯を作りたいと思います。あとはお肉焼いたり味噌汁作ったりですかね。この五目釜飯初めて使います。どんな感じなのかな、ちょっと楽しみです。こちらの五目釜飯の素は2合だとしっかりした味付けで、3合だと上品な味付けになるそうです。上品な味付け、とりあえず3合くらいは炊きたいので3合の方でやります。多分ね、皆さんのお料理動画とか見てると本当にキッチンが綺麗で羨ましいんですけど、うちまあとりあえず綺麗には頑張ってやってるんですけど、お鍋とかすっごい古いのでちょっと恥ずかしいですね。いつも通りご飯を研ぎました。でこれを入れる、はい、入れます。最近よくうちでやるのはどこにだろう、釜飯の素とか買ってきてやるんですけど、結構ねそれにまあしめじとか舞茸とか足してやるのもいいんですけど、油揚げを足してあげるとすごく美味しくできるので、今日も油揚げを入れたいと思います。冷凍してた油揚げになるので、これを入れちゃいます。これを入れて、ちょっと上品な味付けになるって言ってたんで、ちょっとだけうちで使ってるだし醤油をたらっと混ぜます。であとは炊飯器に入れてピッてするだけですね。次は味噌汁をとりあえずお野菜茹でたいので、今日は白菜の味噌汁にしたいと思います。白菜これ結構大きいです。1/4、これ今日80円、税抜きですけど80円で買ってきました。これちゃいます。もう早く入れるように細切りにして作ります。もう夜と明日の朝の分欲しいので、ちょっとたっぷり、まあどうしてもねお湯で煮てるとかさが減ってしまうので、多めに切っても全然大丈夫です。よいしょ、しっかり絡めます。後ろにゴシャゴシャしたものが見えちゃってますね。ガムテープとかいろいろ置いてる、超恥ずかしい。もういいか。お鍋ほんと年代物です。結婚した頃に買ったので、もう24年5年くらいですかね。まあ今は結婚はしてませんけどお金がなかったので安いお鍋って買ったんですけど、結構頑丈です。全然可愛くないですよし、
つもは本だし、顆粒の本だしを使うんですけど、今ちょうど切らしてて、実家からもらってきたパックのだしパックを入れようと思います。カニ玉の素を使って作りたいと思います。今日は素を使ったお料理なので動画にするほどのことでもないんですけど、こうやっていつもやってますっていう感じですかね。水も入れるんだ。カニ玉の素と卵。水入れないよ。あんかけの素の方に水を入れる。
Thank you.